オンハモーニング。ガンツで大阪編が一番好きな坂村です。大阪編もこれが最終章。串カツだるまに来ているよ。ユニバ帰りで疲れていたのでだるまハイボールで癒されに来た日。体もお疲れかなと思ってドーピング。大学時代二日酔いでよくトイレの便器に挟まれてベーグルみたいになっていた友達に再会。だけど人数の問題上席の組み分けが行われることに。私一人チーム、妹、いとこチーム、後輩と旧友チームに分かれました。解散！いつでもお酒は。よしユニバで家族連れの中にシングルライダーとして一人混ざるマリオカートを繰り返したのでメンタルは鋼です。チーズは最もジャンクフードを感じられるので必須。ほぼレモンサワーのようなだるまハイボールはジャンクを中和してくれるくらいさっぱりパリ。明太子、ナス、元祖串カツ、うずら、紅生姜、ニンニク、プチトマトを頼んだ。猫舌だから串カツは一度に頼んで冷ましていく方式。紅生姜って絶対衣をつけてあげた方が美味しさ増すと思うの。酸味が私をキュンとさせてくれる。だるまのサクサクできめ細かい衣を食べるたびに、串カツの中で一番ジャンクの味がしているなって思う。マクドナルドのような安心感があるんだよね。ほんのりとした甘さ、そして圧倒的マックのポテト味を感じる。そして何よりもだるまで串カツ食べても全く胃もたれしないの。魔法だね。からし明太子も衣の甘さと一緒になることで一口少し大きめにいっても食べられる。お米の代わりにビールも欲しくなっちゃうな。串カツの元祖と呼ばれているだるま総本店にも次は行ってみたい。プチトマトの串カツがあるお店って意外に少ないからほんと助かる。ベスト3に入るくらい大好きなの。外側意外と熱くないからいけるかもと思って口の中にポイって放り込むと火傷することもあるからせっかちさんは気をつけてね。続けてシソニンニク串。普通のニンニク串は見かけるけどシソのニンニクを揚げるとは驚き。ニンニクに対する衣も厚めなのでアメリカンドッグ気分。美味しい。串カツの味が強いからもはやハイボールが水に思えてきた。飲みやすいって仏かもしれないけど優しすぎるのも毒だってことに気づいてほしい。ナスっていうサラダを食べて今日も健康体。大阪をたくさん食べ尽くしたい闘心がメラメラしてきた。先にお会計して狙っていた向かいの寿司屋さんに並ぶことに。寿司酒場サシス。今日一番待ち時間長いアトラクションだった。レモンサワービールハイボールの値段がとにかく安い。ちょっと軽めに行こうかなとレモンサワーにしてみた。先に食べ終えた妹チームが交流して乾杯。このくらいの距離感がちょうどいいんだよ。友達以上恋人未満のレモンサワー。大好きなしめサバをご指名。油も乗っていてニベア塗りたくったかのようにツヤツヤな表面が愛おしい。美味しい。串カツでマキシマムだったのでさっぱりと青を感じる海が心地いい。センターオブジアースに並び疲れて絶叫した後のマイメドラグーンって感じよ。こりゃ並んだ甲斐があった。大当たりの寿司酒場。最高に幸せで盛り上がってる時って一緒にいる人のことを好きかもって錯覚してしまうケースない？吊り橋効果。それが今レモンサワーに起こっている。これって恋？アリエルが謎の階層で花占いをしたように私も鉄火巻きの花びらで花占いしてみようか。彼は私を愛してる。愛してない。愛してる。やっぱり分かってたわ。今夜だけ恋をしようと思ったら隣から聞こえる妹ののぶというめーって恋で我に返る。エビセブンというエビが7匹乗った寿司の破壊力。一口もらったんだけど濃厚卵かけご飯にプリプリなエビがトッピングされている究極の卵かけご飯だった。長芋の浅漬け的な何かネバラーにとってはたまらない一品。ガリもそうだけどこういうちょっとした一皿って大切だよね。最後は本マグロ三昧。中トロ、赤身、漬けマグロが並んでいる。マグロのパフュームが形成されてる。分け合って私が選んだのは赤身。華麗に口の中で軽やかに踊る赤身に胃袋レーザービーム放たれて優勝。ごちそうさまでした。次にインモが行きたいと主張していた放課後駄菓子バー A の55。55組ってマンモス高すぎる。1時間500円で駄菓子とアイス食べ放題なんだって。放課後は駄菓子を食べてさ、暑い日なんかにはアイスをかじってそして酒を飲むんだよ。完全なる不良。そんな体験ができる場所なんだけど店内は懐かしいで埋め尽くされている。席ごとにゲームがあって我々の場所には64が設置されていた。黒板には誰だか知らん人たちのあやや傘てんこ盛り。私も中学の時山田涼介の下敷き持ってた。オリジナルドリンクメニュー。これはノンアルにすることもできるらしいよ。ドーピングメニューにスペシャルってところにはスピリタスがあるんだけど絶対これドリンクじゃないって。シュワシュワパチパチコークハイと三色ゼリーのバイチューハイ。大人の哺乳瓶ミルメイクを頼んでみたよ。乾杯。結構人工的なお菓子の甘さのコークハイ。パチパチの素を入れたら炭酸が瞬く間に消えた。妹がネーネーを癒してくれるというので一口いただきました。おんやお。幼児対抗して社会から離脱しますね。揚げパンとかペペロンの軽食もあるみたい。明日のナージャ好きだったな。ここで駄菓子クイズ。ドゥルン。それぞれ誰が選んだ駄菓子選抜でしょうか。チクタク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 。
正解は、最初がユッケで次がイモ、最後がピエンでした。須田子さんは何歳になっても正義。私は須田子さんを最大限に楽しむために食べ終わったら袋をくるくる巻いてチューって吸うのが好きだった。プチサラミとかチーズとか駄菓子って意外にも酒のつまみになるものが多かったりするんだよな。トイレにも遊び心満載。ぐーちょくらんたんだ。最弱すぎるピッコロ。そして昔よく食べた一つだけ酸っぱい味が混ざっているロシアンルーレット的要素を含むガム。みんなで運試ししてみることに。妹はクリア。そしてピエンもクリア。となると残るは私と思って食べたけどクリア。どれかが超酸っぱいって書いてあるのに誰かの味覚が壊れているとしか思えない。最後は64のマリオカートで遊んだよ。私だけコントローラーが死んでいてワリオがずーっと壁に向かって走り続けてた。一応グリコも映しておきます。空港でアイロン処分されたから積んでいたけどドンキで飲み会1回分の課金をして買いました。本来は最終日だったけどクエのクエストにより帰れなくなった日の夜。今日は大阪最終日、現在22時半なんですけど、もうポンポンペインで食べ過ぎたのかな、お腹が壊れちゃってるので正しく宿に身を潜めてます。筋肉痛やばいんだけど、足がもう筋肉痛すぎてやばい。あと551肉まんを買ったんだけど、なんかそういう水蒸気でおかしなことになってますね。お腹痛いけどたくさん栄養が出てっちゃったので補給します。ただ禁酒はアルコール消毒した方がいいかなとお腹に思ったんですけど、一刻も早くお部屋のトイレに引きこもりたすぎて買い出し行かずに戻ってきちゃった。うん、もうこの肉まんはね冷めちゃってもな、美味しいから。最高。うんうん、おいしい。肉汁がすごい、はあ、これ本で食べちゃう。今吸えるとね、お腹が空っぽになったので無敵です。すごい。いとこと半分こする予定だったんですけど美味しすぎて一個食べる気満々だそうです。大阪旅どうでした？もうやばい、全身激痛。肩バキバキなの。歩いてただけじゃん。荷物が重いんだよ。食い倒れの食べ物ね。うん、うまっ。うまいよねこれ。うん、もうこれ絶対大阪来たら食べてる。そうなの？うん。何個くらい食べるの？3個。すげえ食いじゃん。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。これが大阪の記録、最後のものですね。本当に飲み食い倒れをめちゃくちゃ満喫しました。次は寝台列車で大阪に行ってみたいなって思ってます。ほんじゃバイバイ。